目かゆ。引っ越すかも。ラズベリーカシス。うまい。ジュースだ。朝食。朝からステーキ。おはようございます、山沢です。今ですね、私山沢減量を始めて、まあ2ヶ月半ぐらい経って5キロ痩せたんだけど、まあ見た目もだいぶ腹筋割れてきたなっていう変化もあるし、で今回の減量ね、あんまり頑張ってないの。まあとはいえ自分の中でいつもより頑張ってないだけで、一般の人からしたらすごいしんどいことやってるのかもしれないけど、まあ僕がやってることって主に3つ。1つ目が週4回の筋トレで、2つ目がケトジェニックダイエットって言って炭水化物を食べないで、肉を1日1キロ以上食べるで、3つ目がウォーキングで、このウォーキングするって言っても朝30分歩いたりとか、ジムでねトレッドミルで歩いたりとかっていう、まだそういう段階ではなくて、ご飯食べに行くのに往復で15分ぐらい歩いたりとか、1週間のうちにねたまにお買い物行こうみたいな感じで銀座とか表参道とかねプラプラって歩く、そんなぐらいのレベルで OK で、でよくランニングしないんですかって聞かれるのね。だけど結論、ランニングって絶対にやらなくて、そうデメリット2つあります。1つ目は筋肉イカサイヤカタボリックって言って、長時間こう走るっていう運動は基本的に筋肉が細く小さくなってく方向に向かうのね。だから何かサッカーとかスポーツやってて瞬発力プラス持久力も高めたいんだったら走っていいんだけど、こうボディービル競技系の人でね、筋肉はでかくしたいでも体脂肪落としたいみたいな人は絶対走らないで、ランニングしない。二つ目の理由が消費エネルギーが下がってくんですよ。過度な有酸素をやりすぎると、どん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 低燃費な、いわゆるさガソリンあんま使わないプリウスみたいな仕様になってくわけですよ。だけどちょっと動いたらガソリンめちゃくちゃ使っちゃうみたいなさ、アメシャみたいなボディの方がダイエット楽でしょ。そうだから、たくさんエネルギーを使う体でいるためには、なるべく長時間の運動せずに高強度のねトレーニングだけやるっていうのが上手に体脂肪を落としていく最短ルートでございます。てか今日あったかいなと思ったら21度もある。最高。今マイプロテインのね皆さんと打ち合わせしてるんだけど、マイプロ社員佐々木さんです。なんとですね、佐々木さんがマイプロ辞めちゃうってことでびっくりですよ。悲しい本当。僕ってマイプロテインと出会ったのもう5年前とかで、まだ登録者10万人いかない時に、佐々木さんが僕のことねイギリスに招待してくれてっていうのが始まりだったんで、工場見学行きましたね。ねえ懐かしい。 あれから変わりましたね、いろいろね。じゃあ聞きたいな、僕あれからどう変わりました？もう今だってインフルエンサーではありますけども、はい、経営者感がやっぱ強いんで、そっか、あの時まだそういう感じじゃなかったか、なんか駆け出しの YouTuber って感じで、はいはいはい、ちょっと初々しさみたいなのはありましたけども、はいはいはい、今あのちょっとカリスマオーラ出すぎて、おちょっとか距離を取らせてもらってます。いやでもちょっと今後の佐々木さんが気になるわ。ちょっと何も決めてないんですけど、はいはいはい、まあでも日本に帰ってくるってことですよね。あそうですね、ちょっと10年イギリス住んだんですけど、はい、じゃあレイズで待ってますんでお願いします。ちょっとね、僕の韓国人の友達紹介するんで。じゃじゃん、こんにちは。すんじゃん。ちょっとね、僕ね韓国行きます。また詳しく話すんだけど、ちょっとねみんなにも驚きのニュースがあると思うんで、いや驚くか分かんないけど、あのさ、韓国ってマッチョモテるでしょ？もちろんです。マッチョしかモテないです。ほんと？ちょっとあのそれを検証しに行くんで、お楽しみに。よいしょ。日焼けしなきゃだし、今日こそフィットプレス行くかと思ったんだけど、もう夜遅くなっちゃうと筋トレするのしんどいね。だから自分のルーティン的にもう夕方ぐらいに筋トレしちゃうのが一番良くて、まあ筋力も出るしね。だから一日中なんか人と会ってたり仕事してたり、で最後の最後にやるかっていうのが大変だけど、でも僕新潟に住んでた時なんかむしろ深夜にしか筋トレできなくて、一日の最後の最後に筋トレしてご飯食べて風呂入って寝るみたいなルーティンを何年も何年もやってたんだけど、だけど筋トレの時間がやっぱ遅ければ遅いほど自然とね、朝起きれなくなっちゃうの。だからやっぱ健康的なね、筋トレライフを送っていくためにも、できれば夕方に筋トレしちゃうのが一番いいね。やるか。とはいえ家にジムなかったら何としてもフィットプレス行くんだけどさ。今日はねトライセットって言って、肩のサイドと二頭三頭を3種目連続して行うやつをやってきます。サイドレイズ、アームカール、プッシュダウンとかそういう感じね。だからほとんどの人がそうだと思うけどさ、みんな週5週6って筋トレするの難しいでしょ。まあ普通だったら週3やれればかなり優秀な方じゃないですか。だからその場合僕もそうだけど、もう全身鍛えるっていうんじゃなくて、どこかに的を絞るっていうのがね、結果も出るし継続もできる。例えば僕だったらもう胸、肩、腕
腕、この3部位に集中しちゃって背中と足はもう無理にやろうとしない。一般の人がかっこいい体作るって意味だったらもう胸、背中、肩、もうこの3つに集中していくのが一番いいし、だからまずは何でもかんでも全部やるじゃなくてね、結果を出すための最短ルートを行くっていうのがおすすめかな。終わりました。ちょうど12時だ。あ、うまっ。トレゴグルタミンね。グルタミンってトレゴの筋肉の分解を防ぐものなんだけど、これ味がついてないから EA 残ってる時はね EA と一緒に飲むんだけど、飲み切っちゃったからソーダで飲むわ。うん、うん、あ、きつ。筋トレしてる間にウーバー頼んだ。鶏胸肉とブロッコリーで、鶏胸だと油が足りないんだよね。と MCT いただきます。人が作った鶏胸肉美味しい。低温調理されてるからプリプリ。よくなんで立って食べてるんですかって言われるんだけど、立って食べてたらさ、インターバル中に結構いろいろできるじゃん。もぐもぐしながらゴミ捨てたり。はい、というわけで今日も動画見てくれてありがとうございます。そう、最近ねちょっといろんな人と関わるようになってるんだけど、実はね TikTok が本格的に始められるということで、なんと TikTok はアカウントを2つ作って2つ同時に走らせていくということに決まりましたので、もちろんどっちもねフィットネスを絡めたもの。僕の目的ってのはね、これまで YouTube で獲得できなかったところの認知度を上げることと、フィットネスをねより広めることが目的なので、だから佐伯さんも TikTok 新しく始めようとしてたり、 YouTube の企画とかを変えようとしてたり、これまでの視聴者さんから心配のお声も上がるんだけど、まず先に YouTube に関してはこれまでのコンテンツってのは変わりません。僕の Vlog ってのも変わらないし、また腕立て伏せとかね、ダンベルできるトレーニングとかも撮ろうと思ってるんだけど、これってもう僕が全部企画撮影編集ってできちゃうコンテンツなのね。で、それはやっぱ7年間やってきてるから、で、今の現状ってのが月4本ぐらいしか動画出せてないのね、YouTube。だけど普通に考えて、90何万人、100万人クラスの YouTuber で、たった一人で企画撮影編集してる人なんていないんですよ。そもそもみんなさ、5人組だったり、コンビだったり、編集チームがいたりっていう中で YouTube をやってるわけだから、ただね、動画の更新頻度が上がるっていう意味では、まあ、きっといい方向に進むと思うし、TikTok に関しては本当ずっとね、もう2年前ぐらいからやりたいなやりたいなと思ってたのに、重い腰が上がらなかったんですよ。多分みんなもそういうのあると思うんだけど、まあ筋トレもそうかもしれないし、例えばさ、英語喋れるようになりたいって言って携帯とかでちょっとさ、英語の勉強とかして始めたとしても、それって続かなかったり、やっぱりある程度結果を出すところまでやりきるって難しいじゃないですか。だから僕の場合さ、YouTube がメインであって、Twitter、Instagram ももうやるでしょ？いや、ほんと TikTok までやろうとしてたら、もう自分のキャパがオーバーするなってことで、やりたくてもやれてなかったことなんだけど、だからこの前ほんとね、TikTok のアノニマスに会ったのは、すごい僕の中で良かったなと思ってて、彼に会ってなかったら、本気で TikTok やろうって思ってないかもしれないですね。だから改めてね、そうやってね、人と出会うって大事だなって思ったし、で、TikTok ね、ほんとたくさんの方がね、一緒にやりたいって言って、ありがとうございました。で、無事一緒にやっていける方が決まったんですけども、で、直近のコンテンツで、ちょっと女性のアシスタントというか、演者の方が必要なんで、もし興味ある方は、僕のインスタに DM ください。で、できれば TikTok の見てほしい層ってのが10代、20代になるから、演者の方もね、それぐらいの年齢層だとありがたいですし、あと、筋トレしてる方でお願いします。まあ、そんなわけでね、まあ、4月っていうこともあり、新しいことを挑戦する、めちゃくちゃいいタイミングじゃないですか。ダイエットしようとか筋トレ始めようとかジム行こうとかもそうだけど、だから僕自身もね、この4月に向けてちょっといろいろ新しいことをやってみようっていう、すごく前向きな状態、自分にとってね、プラスになる状態かなと思いますので、ちょっとね、皆さんにも僕の活動を見守っていただけたらなと思います。きっとうまくいきます。そして、いい方向にね、持っていけるように、もう筋肉でなんとかするんで。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。またね。